ライゼンセブン 5700X が 21,980 円。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。こちらは以前レビューした AMD ライゼンセブン 5700X なんですが、現在なんと 21,980 円で発売しているんですよね。21,980 円。こちらは昨年発売された時は、42,800 円で売り出されていたのですが、わずか1年ちょっとで21,980 円まで値下がりしたんですよね。その値下がり方えぐいわね。ということで今回は、現在メイン CPU としても使っている、AMD ライゼンセブン 5700X を再度検証してみたいと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ということで早速 CPU のご紹介です。こちらは2022年4月15日に発売となった商品で、その時に発売となったのがこの 5700X を含めた、ミドル、エントリー向け CPU5 製品が新たに発売となりました。あれから1年ちょっと、21,980 円で発売されるようになりました。1年で2万円ぐらい下がるのは本当すごいわね。私も記事を見た時びっくりしました。ではこの CPU のスペックを見ていきましょう。全3アーキテクチャ搭載の8コア16スレッドで、基本クロックが 3.4GHz、最大ブースト、クロックが最大 4.6GHz となっております。キャッシュは L1 キャッシュが 512KB、L2 キャッシュが 4MB、L3 キャッシュが 32MB となっております。そして TDP はなんと 65W となっております。この性能で TDP65W? 最近では電気代も上がっているし、少しでも低電力で性能が良い CPU はいいですよね。確かにそれもそうね。またこちらの CPU は PCIe Gen 4対応のため、最新のラデオンシリーズなどの性能をフルに発揮できます。ソケットは AM4 となっておりますが、最大パフォーマンスを出すためには、X570 や B550 の PCIe 4.0 対応のマザーボードが必要となります。その他 B450 など BIOS のアップデートによっても使用は可能ですが、アップデートをすることで古い CPU が使えなくなったり等もあるので注意が必要です。ということで中身の確認ですが、こちらの AMD ライゼンセブン 5700X にはリテールクーラーが付属しておりません。なので購入される方は CPU クーラーも必要となります。TDP65W なので多くの空冷クーラーで冷やせるのでその辺もいいですよね。ということでこちらの付属品は全部でこれだけとなります。結構スッキリしてるわね。でこの CPU、というか AMD 特有の注意点なんですが、AMD の CPU といえば、こちらの無数のピンですね。このピン、1本でも折れると CPU が正常に動作しなくなる可能性があるのでご注意ください。最新のライゼンはピンがなくなったからピンがあるのを忘れかけてたわ。まあ気持ちはわかります。それでは早速検証をやっていきましょう。シュラララ。では今回の検証機なんですが。あれ、これってメインパソコンじゃ。こちらは最初に作った時の映像なんですが、今机の下にあって現状が取れなかったのでイメージになります。なので、このケースに入ったメインパソコンと思ってください。ちなみに映像と中身が違うのは、CPU と GPU になります。CPU は AMD ライゼン7 5700X、マザーボードは MSIME G5505 ユニファイ。メモリはアンテクカタナ DDR4 3208GB×4、GPU は GeForce RTX 3090 Gaming X トリオ 24GB。ストレージはサムスン NVMe M.21TB、CPU クーラーはアンテクシンフォニー 360ARGB、電源はアンテクシグネーチャー1000プラチナムになります。ということで、こちらが私の現在のメインパソコンとなります。まさかメインパソコンを検証に使うなんてね。いや、CPU を取り外すのが面倒くさかったので、おい、それでは早速検証行ってみましょう。シネベンチ R23? それではまずは CPU の性能からチェックしていきましょう。8コア16スレッドの CPU なので、結構いろんなことに使用できます。では結果を見てみましょう。まずはスコアから、マルチ10分が 13,390、マルチ1回が 13,431、シングルが 1,537 という結果でした。マルチスコアは近いスコアで言うと、インテルコア i5 12,500 以上、インテルコア i7 11,700 以下。シングルは Apple M1 以上、インテルコア i7 11,700 以下といった感じですね。こちらはアイドル時とシネベンチ中の温度になります。メイン機なので 360mm の簡易水冷クーラーを使っているということもありますが、シネベンチ中でも50度台としっかり冷えてますね。ではここからはゲーム系も検証してみましょう。ファイナルファンタジー15。それでは FF15 ベンチマークをやっていきます。設定は高品質で、映像はフル HD のものですが、WQHD、4K も計測しました。それでは結果を見てみましょう。
まずはスコアから 4K が 8220WQHD が 13083 フル HD が 16286 という結果になりました。こちらは平均 FPS と最低 FPS になります。一応どの解像度でも 60fps 以上出ているので、問題なくゲームはできそうですね。RTX3090 との組み合わせでも全然大丈夫そうね。では次も行ってみましょう。サイバーパンク2077。サイバーパンク2077もやってみました。設定はウルトラでレイトレーシングオンにして、4K、WQHD、フル HD で計測しました。映像はフル HD のものになります。だいたい 80fps 前後は出ていそうですね。では結果を見てみましょう。平均 FPS は 4K が 55WQHD が 65フル HD が 89最低 FPS は 4K が 44WQHD が 43フル HD が42となりました。最低 FPS はどの解像度もあまり落ちてなかったですが、 RTX3090 でも 4K 最高設定ではちょっと厳しいのかもしれませんね。サイバーパンク重すぎね。ですね。では次、アーク。設定は最高設定で今回はフル HD で遊んでみました。最近ちょこっとずつアークのシングルプレイしているんですが、恐竜が怖くてなかなか進めないんですよね。あんた初期リスポーン地点からほとんど移動してないわよね。もうこの近辺でしか生きられません。ということでフル HD でだいたい平均 FPS は120前後、最低 FPS は80ぐらいで遊べました。本当このアークもなかなかに重いゲームですよね。では次、フォートナイト。設定はダイレクト X12 で最高設定のフル HD で行いました。最近フォートナイトもダイレクト X12 の最高設定だとなかなかに重いゲームだなと感じていますが、実際に自分がやるとしたらパフォーマンスモードの方が FPS が安定して出るしいいような気もしてるんですが、どっちがいいんですかね。もしフォートナイトやってるよって人はぜひコメント欄で設定を教えてください。ということでフォートナイトは平均 FPS が110前後、最低 FPS が80前後という結果になりました。まああくまでダイレクト X12 の最高設定なので、 FPS を上げるために設定を変更などした方が良さそうですね。では次、 Apex Legends。 設定は最高設定のフル HD で行いました。まずは訓練場での爆破実験から。さあみんな、普通の始まりよ。平均 FPS は230、最低 FPS が201と最低 FPS のうちがちょっとすごいですね。実際の戦闘も行ってみました。マップや状況によって FPS はかなり変わるので参考程度に見てください。大体平均 FPS は230、最低 FPS は163でした。やはり最高設定だと再生の落ち込み具合がすごいですね。シュラララ。ということで今回は、現在かなり安い CPU、AMD Ryzen 7 5700X を再びレビューしてみました。TDP65W の8コア16スレッドでこの性能はなかなか良さそうね。Ryzen 5 5600X の上位版って感じで良いですよね。私は現在こちらの CPU をメイン機に取り付けて使っているのですが、ゲームに限らず動画編集や配信とかにも全然問題なく使えて良いかと思います。もし気になる方はぜひチェックをしてみてください。ということで本日はここまで。もしこの動画が参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。